日ごとの糧、2023年6月13日。今、我が主の力を大いに表してください。あなたはこう約束されました。民数記14章17節。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。ルカによる福音書1章49節。ここに出てくる力というのは、物事を可能にする力、無から有を作り出すことのできるという力。この力ある神様への信頼こそ希望につながるのだと思います。それは創造的力、統治能力、状況を切り開く力、命をもたらす力など、私たちの具体的な生活の中に示してくださる希望と結びついています。さらにこの民数記の後の節には、主は忍耐強く、慈しみに満ち、罪と背きを許す方。しかし、罰すべきものを罰せずには置かれず、父祖の罪を子孫に三代、四代までも問われる方である、という説明がついていて、このお方は、救いをもたらす力を持っている。道を示す力を持っている、ということもわかります。それが、私たちの神様だということなんですよね。許すことができる。導くことができる。助け出すことができる。そこに私たちの希望をしっかり据える必要があろうかと思います。今朝静かに、力ある神様どうぞ、今日この一日を守ってください。許しの恵みと愛による養いと、なすべきことを教えてくださいと、丁寧に、この今朝の御言葉を思い起こし、あるいは読み直しながら、祈りつつ、一日をスタートできたらいいですね。豊かな祝福を味わうことができますように、良い一日となりますように、心からお祈りしています。どうぞお元気で。